はい、どうもマグマグマグロンと申します。前回からもう続けて撮っております。じゃあ行きますか。これアダマスの祠、金属星、リザーブ解除、電撃を受けない、攻撃をダウン、オッケー。あ、でもなんかイベントありそうだね。あ、じゃあこれ映すないこれね。魔物が救っているみたい。掃除しておきますか。おお、なんかいい、かっこいいじゃない。掃除しておきますか。モンドがかっこいいなんて思うシーンはあんまりないからね。さあ、どんな敵なんだ。ハテナだったんだよね。人狼、ペギー、狼とペンギンですね。ペンペンギリ、やべ、ちょっと見たい。ペンペンギリ見たい。どうだ。あ、スタンしなかった。いや、いったいよ。え、今のがペンペン切り？なんだ、見たいとか言ったけど、普通じゃん。つまんないの。よし。なんかね、ハードじゃないか、ノーマルって言ってたんだっけ。じゃあまあ、サクサクいけますかね。はい、スタンしない。はい、ありがとうございます。これで、演劇と。あ、でも死にそう。戦闘不能にならないっていうのがあったような気がするな。まずいぞ。お願い、スタンして。しなかった、やばい、死んじゃうよ。お願いします。あ、そっちにしなきゃよかった。速さを下げたかった、あまり。あ、なんだ、大丈夫ないじゃん。失礼剣で後ろに下げた分だけ、電撃も起きなかったね。で、全然下がらなかった、こいつ、速さ。ダメだ、お前。ずっとガードし続けてくれ、こいつの。重りをしてくれ。本当に。戦闘不能にならないっていうのがあったような気がする。もう忘れた。はい、スタンお願いしまーす。しない。スタンお願いしまーす。スタン、はい、スタン。はい、スタン。あ、なんだ、リザーブ解除技か。倒しちゃってもいいのかな。解除、オッケー。よいしょー。あ、いや、またか。さあ、リザーブ解除でお願いします。同じ技だといいんだけどな。解除されたら、またダメになっちゃうし。お、音響きた。なんだっけ。あー、字が見切れてる。スタンが起きるんだ、これ。ラッキー。じゃ、全体攻撃は一切しないまま終わりましたね。まあ、戦闘のならなかっただけでもいいでしょう。勝利。あ、祠が出てきた。あー、じゃあこれやんなきゃいけなかったやつだったんですね。アダマスの祠。洞窟の中に古いアダマスの祠がある。アダマス神、力をお貸しください。え、終わりかい。なんだよ、おい、アダマス神があるってさっき言ったけどさ、何にもなかったじゃないか。お姉ちゃんよ、会話するぞ。腹が足りなくなったら言ってくれて。あ、じゃあいくらでもくれんの。そんなことはいいんだよ、お兄ちゃんよ。祠が、まあもう祠があるよって言ってくれただけだもんね。まああったよ。はい、じゃあ次。本当に。なんかもらえると思うじゃん。こっち先行こうかな。なんかわ、桜だ。すげえ。なんかこの雪山に桜が咲いてるっていうと、チョッパーのね、あのいいストーリーのあのチョッパーのやつ思い出しちゃうじゃないの、これ。ねえ、ヒルルク。ドクターヒルルー君のところのね、フィネムンディ。鉱山で一山当てようと集まった山師たちの拠点。あ、なんだ、山小屋か。ここは北東海岸に眠る鉱山資源を狙って集まった山師たちの町です。そのようね。気が向いたら、鉱山も開発すんの？
鉱山開発に協力してみるのもいいでしょ。あ、でもこれ素材もらえんのかな。そうね。あら、あんまり乗り気じゃないのね。で、鍛冶屋もいらない。何にも安くない。もう一回行ってみよう。でも誰も人出てこなかった。俺誰も人出てこない。じゃあ鉱山開発に協力するのも手ですなっていうのは、その会話の一つでやって別に何にもやらなくていいのね。いろんなところにあるね。じゃあまあ、やらなくていいってことで、じゃあ次行きますわね、これね。万年桜。枯れることのない巨大な桜の木、花は満開に咲き乱れ、また華やかに舞い散っている。だけど、ノーマルだった。ヒトキノコ。インタラプト技を発動しなきゃいけないってことは、まず召喚行かなきゃいけないですね。誰も戦闘にならない。じゃ弓も連れてこうかね。よし。言うぞ。すごい、こんな花いっぱいの木は見たことがないわ。綺麗。これは桜という木ですな。しかし、こんな寒いところで花を咲かせる木だとは知りませんでした。知らないんですね。何かおかしいわね。魔の気配がするわ。ねえ、こんだけあるとね、その地面には死体が埋まっているなんて話なんかもね。ホラー実況はしません。まあね、いろいろ稼いだってこともあって強いですね。私も。じゃあ音速圏、大丈夫かな？大丈夫だよね。よし、じゃあ、まずはリザーブ解除。普通の攻撃でリザーブ解除できるのかな？させてはならないっていうのではなかったと思うから、跳ね返されてもいいか。あ、倒せそう、倒せそう。まあ、連撃はちょっとこの数多いしね。もうね、狙わないで、ザコを駆除していきましょう、一匹ずつ。せっかくね、連れてきたんだから、魔法使いのね、貴族性の技って言ったらやっぱり将来でしょ。使うしかないよ、これは。おお、すげえ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 。魔法使いなのにガードできた。しかも俺、毒になるやつで、一番嫌な技をガードしてくれちゃう。まあ、なんか、あんまりダメージも食らってないし、いい感じですかね。うりゃ、うりゃ。特攻。ああ、倒せなかった。お前はガードできないよね、弓だしね。課金。麻痺はしないよね、全部。こういう敵だし。で、おい、痛い。あ、戦闘不能にならないなんてあったっけから。あったら厄介。いやー、どうですかね。こいつか。こいつ倒してほしいな。さあ、天地二段。ユリア、アスタンしなかった。それを狙ったんだけど、でも大丈夫。これで死んでくれれば、オッケー。なんか技を使ってきそうだったんだね、あいつね。はい、あれで、ね、連撃で倒すはできなかったけれど。あ、結局一匹になっちゃった。将来使うときに。お、倒した。すげえ、かっこいい。一旦に3体倒すっていうのあればよかったのに、今回。狙ってできないんだよ、俺、そういうの。偶然なんだよ、偶然。なんだよ、もっと教えてよ。なんか、木工術ばっかり持ってんだね、この子。うん、このフラックスってなんだかよくわかんねえんだよな。おー、覚えたー。なんかわかんねえんだよなって言った人が、そうだから。毒斬りを習得した。なんで？敵が使うから？ラーニング的な感じ？おい、術の覚え方もよくわかってない。なんだろう、術ってどうやって覚えんだ？敵が使ってきそうだ やつのフラックスを優秀すれば覚えんの？ちょっとわかんねえ。おー、綺麗。なんだこれは、綺麗。いやー、こんな綺麗なのに、おっさんの綺麗って言葉を聞いてもしょうがないね。キャッ。ん？なんて読むの？千万の花びらを手に入れたようですな。魔を払った感謝の印からしら、ありがたくいただきます、木の精霊よ。
さん、わざわざムービーまでいただいてありがとうございますよ、本当。でもトロフィーは解除されないんだね。で、ちょっとね、気になる。術の覚え方って書いてあんのかな？でもね、術覚えたんだよね、エリーセイド。エリーセイド。ほら、毒斬り。毒斬りは冷たいんだ。霊属性攻撃。でも、これ木だよ、今。木のフラックスだったよ。なんで水を覚えんの？ああ、これか。ああ、全然全く興味なかった。新たに水行術を習得するための杖なんか持ってたんだ、俺。だからか。あ、じゃあ何にフラックスを上げても覚えるもんなのかな？標準系っつうのは、あ、俺なんかこういうの全然見てなかった、俺。なんだ、技巧派。あ、これで覚える技違うのかな？標準系。妙技。技巧、標準。何があるんだろう？なんていうの？一つ？へぇー。極限。あ、まあこれはね、空から降ってきたやつだからね。パワー系。なんかいろいろ違うのがあったんだ。全然終わんなかった。ということで、じゃあ、水の魔法覚えられるんだよ、これで。へぇー、覚えられるんだ。他にないの、これ。あ、水系を二つ持ってるんだ。ってことは、こいつも覚えられるはずだよね。そう、でもなんか、水のランクもあんのかな。全くわかんねえぞ。エリセド。水7もあるもんな。能力が。まあ、そういうのもあんのかな。いや、こいつは絶対覚えられないとか、そんなことなのかな、1だから。ねえ。わかんねえや。あはは。まあ、でもいいや。まあ、要は水の系統を覚えられるかもしれないということが分かったと。はい、じゃあ次。次行くぞ、次。サクサク行くぞ。あ、また山小屋がある。ああ、なんかもう、なんか言うな。これ長そうだな、ここも。精霊の湖。水が無尽蔵に湧き出しているカルデラ状の窪地。溢れた水が周囲に無数の滝を作り出している。ああ、これはいい景色だろうね。えい。水のエレメンタルとカエル戦士。水系だと、やっぱり雷かな、弱いのは。スタン麻痺で阻止されない。これはもう、運ですな。防御ダウン中また出てきた。最後の敵を連携。あ、これなんかノーミスっぽいぞ。ん？何も会話なし。あ、わかった。美しい湖、何を映し出してくれるの？真実の姿を映し出さねばなりません。真実の姿、私の真実の姿か。いやー、なんだこれは。これかな、違うでしょ。何これ、鬼になってるかな。これサムネでしょ、これ。もう絶対サムネになるでしょ。俺が真実の姿。いや、悪いことしてきたから。まあ悪いことしてきたしな。殺さなかっただけでね。違うよ、これは。あ、なんだこれは。ん？あれなの？違うでしょ。え、これずっと選べんの？何これ？こっちがサムネかな？どうするこれもう。え、何？全部違うか、何できんのかな？これでよ。カエル戦士だよ、これだから。あらららら。アシュラマンじゃないんだから、3つの顔全部出てる、これ。違うかな？アモンドになっちゃった。なんだかよくわからなくて。では出直しましょう。え、どういうこと？出直しになっちゃったけど、もう一回入るよ。何？どういうこと？え、どれか選ばなきゃいけないの？真実の姿は出なかったよ。これもう一回全部違うかな、選んでも終わっちゃうじゃん。あ、全部同じなんだ。いや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 。違うかな。あ、でもダメだね。あ、じゃあ全部同じのが出るんだ。え、どれ選べばいいのこれ。うわぁ、きついわ。どれにしようかな。あ、ひゃ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 って方にしようか。なんか楽しそうだし。残ってばっかの顔じゃないでしょ。
もう別人じゃんって。まあこれにしようかな。しないとと先進まないんだもんね、真実の姿。バカにしてるみたいな真実の姿だけど、これだ。ん？湖が姫の真実の姿を映してくれましたな。何か恥ずかしいわね。でもありがとう、湖の精霊。あっしゃっしゃ、え、あれ何これ？真実の姿を手に入れた。あれ？ってことは、モンスターを選べばよかったの？カエル戦士だったもんね。あ、やべ、カエル戦士が正解だったのかな、これ。まあ、でも戦わずに手に入ったってことでいいのかな、これ。どれが正解だったんだよ。わかりにくいわ。間違いを選んだ方がよかったのかな、じゃあ。まあ、いいや、じゃあ先行くぞ、もう。したことない。先行く、先行く。何にもない？何にもない。あ、なんかある時あるけど。あ、ちょっと手で邪魔だ、見えない。これなんかあるけど。あ、ここを越えたらあるのね。じゃあこっち行くよ。雪小屋。人類の活動範囲を広げるべく最果てを調べている調査隊の拠点。昭和基地みたいな感じ？いや、そんなところにこんな人はいないよ。あら、こんなところまでよく来たわね。さあ、火に当たって体を温めるといいわ。仲間にならないか。ここは？これより北方の地を調べている調査団の拠点よ。とはいえ、北に横たわる大氷河は大自然の難関。到底人の足で越えられるものではないのだけど。したがってここは事実上の人類到達最前線というわけ。もう一回。同じかな？はい、残念。行けっつうことですね。人類の到達地点。ああ、これ釣りしてるようなところで、ワカサギでも釣ってんのか、これ。次は、ここ行くしかないでしょ、これ。あれ？あれ？行けないみたい、ボタンを押しても進まない。じゃあ、ここが、行く先はなんか別の何かがあるんですかね。じゃあもう、また先行くか。動画を切るタイミングを完全に見失ったぞ。先行っちゃうけどいいかな。今回はまた挨拶なしでブツッと切るタイプになるかも。釣り人。氷結湖に穴を開けて釣りをしている人がいる。おお、やっぱりワカサギ釣りだ、これ。話しかけてみよう。何をしているの？釣り人。見ての通り魚を釣ってるんだよ。こんなところに魚がいるの？そう、この厚い氷の下に魚がいるんだよ。それでどんな魚が釣れたの？いや、それがね、おじさんまだ一匹も釣れてないんだよね。どうしたら釣れると思う？浅めのところで引いてみて、そこを引きずるように引いて。ワカサギ釣りやったことないけど、どれが正解なんだろう。浅めのところだよね。だって穴開けたところから這い上がってくるって言うもんね。浅めのところでしょ。お、釣れた釣れた。じゃあこれはプレゼント。あ、ありがとう。あ、魚手に入れたよ。あ、これで祠に行くのか。もう一回話しかけてみる。釣れましたか？まだ坊主なんだよね。もう一回同じの。まあいいや、でも魚手に入れたから行ってみよう。あ、これでなんかあの、祠に捧げるといいんだけど、魚がいいとかなんとか言ってたもんね。ああ、ああ、ああ、なるほど、なるほど。すっかり忘れてたよ、そんな話。これだね。これに捧げるといいってやつ。魚持ってきたぞ。ワカサギだけどさ、供物を捧げる台がありますな。ほら、ほら、ほら、来た、ほら、来た。お魚をどうぞ。アダマスシーン、力をお貸しください。何も起きねえのかよ。ちょっと、今のは起きるでしょ、何か。あれ、魚を置いたよ。ちょっとお姉さんどうなってんの？魚置いたよ。お姉さん。にも話してくれない。じゃあ何なんだろう。魚渡したよ。なんだ、一匹じゃ足りねえってか。じゃあもう一匹か。さっき浅めで一匹取れたから、じゃあ今度深めで釣っ
釣ってもらった方がこう大きい魚が手に入って、それでってことか。まあちっちゃかったか、ワカサギだから。話しかけてみよう。どうしたら釣れると思う？そう、あれだな、多分あの地元の役所の人が来てこう日本酒を勧めてくれるんじゃないの。で、それ飲む大会になるんだよ。なんかね、ね、大泉くんの番組だけど、本当かい？寝がかりとかしちゃったらしたら困るな。あ、早速何かに引っかかったな。どれどれ？やっぱりね、魚じゃなかったよ。ほら、記念に持ってきな。え、何？どういうこと？巨大な鍵を手に入れた。鍵なんてどっかで使う場所なかったよね。もう一回ほから行くかな。なんだこの行ったり来たりは、もう全く。鍵穴がある場所なんてなかったよね。ほこらに鍵はっかってたかな。もうなんだよ、お使いがひどいよ。あ、何もなかったよ。もうこのやりとりいる？もう、まあ、巨大な鍵手に入れたっつうからまあ持っとこう。鍵を使うような場所ってどこにあるんだろう。今回の会話、下手すると戦闘画面なし。ここに鍵穴があったりなんかないよね。あ、ここで鍵使うんじゃないの、ここでね、これで。わかったぞ。じゃあ鍵は持っとけってことだ。あ、じゃあなんかこれ全部回り終わったらここの台、これが解けんじゃねえ。どう俺の推理。引きとか何も読んでないよ。どう俺の推理。じゃあ次はこれだ。大地の牙。なんだこれは、巨大な、なんて読むの、なんて読むの、つららなのこれ、つららわからない。が地面を割って牙のようにむき出している谷。あ、とうと読んでも差し支えないほど高くそびえている。イージーなわけねえな。俺絶対連戦だな。ちょっとどうしよっか。ちょっと、まあ、万が一連戦だった場合のことも考えて、ここで一回切るか。これ本当に戦闘なしのパートだな、これ。まあいっか。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。無駄口叩いてる回でした。